ちょっと待っててくれ。今飛行装置に推進機を組み込むから。ふーん。それがあれば空を飛べるの？って、私は飛んでるけどね。動力は水晶のエネルギーを使う。この中に浮遊円盤を6枚格納していてね。それが力場を形成することでこの装置を浮かせることができる。エネルギーの量を調整すれば高さを自在に変えることができるんだけど、さっきも話した通り風任せで流されるしかないんだ。それで推進機が必要なのか。そう。それほど力があるわけじゃないから船や馬車を進ませたりはできないけどね。しかしすでに宙に浮いているものなら比較的小さな力で移動させることができる。この小さな推進機でも十分なんだ。ねえねえ、難しい話はいいからさ、まだかかるの？なあ、もうちょっと。ここをつなげばよし、完成だ。おめでとうございます、アリオストさん。これでマスターが助かるんだね。うん。さて、まずは試運転を。ワクワクするね。うん。おい、これでいいのかよ。ごめんごめん、回路を逆に繋いでいたよ。ほら、これでもう大丈夫。大丈夫って。本番では大丈夫だよ、心配いらないって。ま、とにかく西の岬に行こうかと。その前に村に寄っていいかな。村？どこの村だ？ブローニュ村。僕の生まれ育った村だよ。ここからすぐ西に行ったところだし、通り道だからそこに寄ってほしいんだ。ここが僕の生まれ育った村だ。ちょっと失礼。行ってきます、父さん。ヨストさん、ここにはね、僕の父さんが眠っているんだ。アリオストさんのお父さん？それじゃあお母さんは？これから会いに行くのさ。これからっていうと、ひょっとして。僕の母さんは人間じゃなくてフェザリアンなんだ。うっそー。驚くのも無理はない。フェザリアンは我々人間とほとんど交流を持たないからね。初めて聞いた。そうだろうね。こんなことを話すのは君たちが初めてだからね。さ、そろそろ行こうか。
いよいよあそこへ行ける時が来たか。本当に大丈夫だよね。まあ、絶対に大丈夫だ。ただし、見ての通り、この飛行装置は一人用だ。この補助ベルトを使えば、もう一人だけ一緒に連れて行けるけど。全員は乗れないのか？アリオストさんが動かすから、あと一人。あそこで、ルイセ君、君が行くべきだと思うんだ。私ですか？皆既日食のグローシアンである君なら、一度行った場所へ多人数を運ぶ強力なテレポートができるはずだ。だから、まず僕とルイセ君がフェザリアンの町へ行き、場所を覚える。それからテレポートを使えば、全員が行けるようになる。どうだい？君はテレポートが使えるかい？いいえ、まだですけど。そうか。それじゃあ、もう少し待った方がいいな。君がテレポートを使えるようになったら、行くことにしよう。ごめんなさい。僕はここで待っているから。準備ができたら、戻っておいで。どうだい？テレポートは覚えたかい？来ました。それじゃ早速行こう。でもさっきだからもう大丈夫だって。あの時動かしたから間違いに気づいたんだ。だからもう大丈夫だよ。どうせお薬をもらってくるだけでしょ。でもどうしよう。お兄ちゃん、大丈夫かな。ほら、マスターのためでしょ。そうだよね。わかった。私、頑張るよ。アリオストさん、ルイセちゃんのことお願いね。ああ、僕に任せてくれ。それじゃあ私たちはお家で待ってるからね。行ってらっしゃい。今度は大丈夫だったようだな。それじゃ、お家に帰りましょう。たったいまー。あとは、ルイセちゃんが戻ってくるのを待っていればいいんだね。ああ、それよりサンドラ様の具合は大丈夫なのか？マスター、眠ってるね。ルイセが薬を持ってくるまでだ。そのフェザリアンってのは、人間よりも薬学が進んでるんだろう。それなら安心だな。とにかく、ここで騒ぐのはやめようよ。外に出よう。サンドラ様のことは私に任せてください。どうかお気をつけて。
落ち着きなさい。何があったのよ。よくわからんが、アリオストに何かあった？とにかく一緒に来て！場所は覚えてきたから、いつでもテレポートできるよ！それじゃ、急いで行きましょう！目的地を選んで。ここがフェザリアンの世界。こっちだよ、来て。まあ、君たち。また人間かい？ん？何なの？そなたら、いかなる要件でここへ参った？だから、私の母が毒に侵されていて、私たちの世界の薬では治らないから。それで偉大な知恵を持つ皆さんなら治す方法を知っているのではと。その毒はいかにして受けた？まさか自然に受けたわけではあるまい。それは人間は利己的で、他人を平気で傷つける。治療薬を渡したところで、今度はそれをめぐって争いを起こすであろう。かような種族に薬を渡すほど我らは愚かでない。そんな。それにその男が己の欲望を満たすためだけに作った飛行装置、それもやがて悪用されるであろうな。そんな、悪用だなんて。意義が、とでも申すか。そなたら人間は、自分の行いが他の者にいかなる影響を与えるかなど考えもせぬ。それがために幾度となく戦争が起こってきたではないか。しかも我らフェザリアンにまで被害を与えるほどのな。おかげで我らは地上を捨てざるを得ない状況へ追い込まれ、今わかるかや、愚かな人間よ。だけど私たちはマスターを毒から救ってあげたいだけなのよ。毒消しなんて一回飲んじゃったら終わりじゃない。ならばこういたそう。そなたら人間が我らフェザリアンよりも優れている点をただ一つでもよいから証明してみせよ。さすれば一回分の解毒剤を与えようぞ。なんだ？
それでよいな。さあ、我の気が変わらぬうちに即刻地上に帰るがよい。むっかー、何あれ、頭にくるな。ま、仕方ねえさ。だけどこっちが優れてるって証明を一つでも立てられればいいんだろう。どうすればいいんだろう。どうすればお母さんを助けられるの。もしダメだったら、もうこの子はすぐに悪い方へ考えるんだから。まずヘザリアンのことを調べて、俺たちとの考え方の違いをしっかり知ることから始めなきゃならねえだろうな。目的地を選んで。いや、会えないよ。会えるもんか。僕は母さんに会うために研究をしたのに。それが、その行為自体が間違えていただなんて。冷たいようだが、いつまでもこうしていたところで事態は好転しないぞ。一度戻って今後のことを考えようじゃないか。彼らのことなら、いろいろと書物を調べてみるといいかもね。ああ、そうだな。大抵のことならそれでわかるだろう。本がいっぱいある場所か。退屈そう。目的地を選んで。こっちはこっちで調べましょう。
ひどいな、本が崩れてる。あ、中から音がするよ。このままだと本が傷んじゃうもんね。仕方ないわね。ミーシャ？ミーシャったら。変なところで寝る趣味があるのね。ねえミーシャ、ここで何してたの？上の方にある本を取ろうとしていたら本が落ちてきて埋まっちゃったの。ここって奥だから呼んでも誰も気づかなくて、それで何とかしなきゃって思ってたんだけど、重くて動けなくてそのうち疲れちゃって。それで寝ちまったと。おかしいね。おかしいのはあんたの頭の方よ。ほら、ルイセちゃんもなんか言ってやりなさいよ。ミーシャ、床で寝ると風邪をひくからやめた方がいいよ。もうやめとけ。お前らのやりとりを聞いてたら頭が痛くなった。ところで皆さんはこんなところで何してるの？ちょっとフェザリアンについての調べ物をね。そうなんだ。私やることがあったんだっけ。助けてもらってありがとうね。それじゃあ。よくわからん子だわ。どのようなご用でしょうか。重要書類の閲覧許可が欲しいのですが。かしこまりました。どうぞお通りください。失礼します。おや、どうしたんだい。フェザリアンの文献を調べたいのですが。そうか、閲覧室で借りたいのか。おい、これを持って行きたまえ。
しっかり勉強するんじゃよ。ありがとうございます。選んで、これだね。ここで終わり？これじゃわかんないよ。だがこの本を書いたやつに会えれば直接聞けるんじゃないか。著者はダニー・グレイズ、住所はコムスプリングスだって。それじゃその人に会いに行きましょう。ちょっと待て。コムスプリングスっていや、バーンシュタイン王国にある温泉で有名な町じゃねえか。それがどうしたのよ、隣の国じゃない。あのね、ティピー、お隣の国に入るには通行許可が下りないとダメなの。面倒なのね。しかしせっかくの手がかりだ。なんとかしてそこへ行く手立てを考えようじゃねえ。君たち。アリオスタさん、どこかへ行くところだったんですか？まあ、ちょっと学院長に呼ばれてね。まあそうだ、君たちに話すことがあったんだ。その前に、一緒に学院長のところへ付き合ってくれ。マクスウェル学院長に呼ばれたのですが。かしこまりました。どうぞお通りください。
礼します。いやあ、来たね、アリオスト君。実は君の研究のことでちょっと話があってな。はあ。君の研究が完了したらしいとの報告があったのだが。はい、成功しました。それはおめでとう。だが教授会でいろいろ検討した結果、君の研究は戦争利用をされた場合非常に危険であると判断されたのだ。はあ。そこで魔法技術管理法に基づき、君の研究成果はこの学院で預かることになった。しかし悲観することはないぞ。君は人が空を飛べることを証明したのだからな。これが規定の報奨金だ。はい、飛行装置は僕の研究室に置いてあります。飛行理論を記した研究書もありますので、よろしくお願いします。これにめげず次の研究に励んでくれ。それでは失礼します。なんだかフェザリアンと同じようなことを言われたな。ま、仕方ないさ。実際この学院で開発される技術のほとんどはこうなるんだ。それじゃあどうして研究を続けるの？それが証だからさ。証？詳しくは僕の家で説明するよ。アリオストさんのお家？ああ、僕と父さん、それから母さんが数年間暮らした家だ。そうか、確かお前さんのおふくろさんは。し、それはここではね。すまなかった。どうして母さんが父さんと結ばれたか知りたくないかい？そういうわけだから一緒に村に行ってほしいんだ。